サーバーメッセージブロックは、主に Windows を中心とした環境で LAN を通じて、ファイル共有やプリンタ共有などに使用される通信プロトコルの総称。OSI 参照モデルでは、第7層アプリケーション層に該当する。認証付きプロセス間通信機構としても動作する。階層のプロトコルとして、ネットビューを使用していた時代には、 サブネットを超えるルーティングはできず、中大規模のネットワークには向かないとされたが、ネトビス、オーバー TCP、IP やネトビスも必要としないシフスにより、大規模ネットワークでも使用可能となっている。2015年現在では、SMB1.0 以前のものを明確には区別せずにダイアレクトとして扱うことが一般的である。 SMB1、SIFS SM などとまとめて表記することも多い。また、下記の SMB1.0 以前の説明は2015年、現在のマイクロソフトの説明に従って記載しているが、マイクロソフトは過去には下記とは矛盾する説明をしていたこともあったため、注意が必要である。初期の SMBSMB は1982年か1983年に、 IBM のバリー・ファイガンバームが設計した。DOS のローカルファイルアクセス用割り込み33をネットワーク上のファイルシステム向けに変えることを目標としていた。IBM は1984年 p c d o s に SMB を搭載した。マイクロソフトは1985年発売の Microsoft ト,トワークスに SMB を搭載し、 1988年頃には3ーコムと共同開発していた LAN マネージャーに搭載。1992年には Windows for Workgroups に搭載と多くの製品に搭載し普及していった。シフス・マイクロソフトは1996年に SMB をコモンインターネットファイルシステムと解消し、Windows NT 3.51、Windows NT 4.0、 Windows 98に搭載した。クロスプラットフォームでトランスポートから独立したファイル共有プロトコルとして定義を整理し TCPIP 上での実装方法としてネトビストランスポートオーバー TCP と TCP トランスポートを例示するなどネトビスに依存しない定義へと更新した。TCP トランスポートはこの時点ではまだ実験的な試みであり、 実際に搭載されなかったが、後に SMB1.0 で改善され、Windows2000 では Microsoft Direct Hosting of SMB として採用されている。また、Microsoft はさらなる機能追加を行った。例えば、シンボリックリンク、ハードリンク、より大きなファイルの操作、認証プロトコル NTLMV2 などへの対応である。さらに、 NT4.0 のドメインドグイン用プロトコルではアメリカ合衆国以外では40ビットの暗号を使っている。ダイアレクトは NTLM0.12 を使用する。サンマイクロシステムズが WebUNFS を発表したことに対抗するように1997年マイクロソフトは部分的使用をいくつかインターネットドラフトとして IETF に提出したが いずれも1998年までに有効、期限切れとなっている。SMB1.02000 年、マイクロソフトは名称を SMB に戻し、SMB1.0 として、Windows2000 で導入した。ケルベロス認証やアクティブディレクトリに対応した。また、ダイレクトホスティング SMB と呼ばれる TCP 上で直接動作させる機能も導入された。ダイアレクトは、 シフスと同じ NTLM0.12 を使用するため、技術的にはシフス特別されない。終焉その後の技術の進化の結果、SMB1 は暗号化強度の面や通信効率の面からも好ましくないとされるようになる。2012年、マイクロソフトはストレージデベロッパーコンファレンスで SMB1 を無効化することを技術者たちに提案した。 2013年、マイクロソフトは、Windows Server 2012R2 以降の OS では、SMB1 を使用することを非推奨と提起し、速やかに新しい技術への移行を促した。2014年、マイクロソフトは期限を明確にはしていないものの、将来の Windows では、機能を削除する方針であることを公表した。2016年、マイクロソフトは、改めて速やかに、 SMB1 の使用を停止するよう呼びかけた。2017年1月、アメリカ国土安全保障省の配下組織 US、SART は、セキュリティ対策のベストプラクティスとして、SMB1 の無効化を呼びかけた。2017年9月5日、Linux カーネル4.13において、規定のプロトコルを SMB3 とし、SMB1 を無効化した。2017年9月、 マイクロソフトは Windows 10バージョン1709で SMB1 を初期状態では無効とした。ただし、セキュリティ上推奨されていないものの、必要であれば設定を変更することで有効化できる。2018年8月、f r e e n a s 1 1 1 u 6において SMB1 が初期状態では無効にした。2019年9月、Samba 4.11において、 SMB1 が規定で無効化された。マイクロソフトは2006年、SMB の新バージョン SMB2.0 を Windows Vista で導入した。SMB2 では、コマンド、サブコマンドの種類が100以上あったものを19にまとめ、プロトコルのやり取りを集約した。パイプライン化機構があり、前の要求への応答を受け取る前に次の要求を送信できる。 複雑な動作を一つの要求にまとめることができ、クライアントとサーバー間のやり取りの回数を劇的に減らすことができ、結果として性能が向上する。従来の SMB プロトコルにも同様な機能があり、ANX と呼ばれていたが、Microsoft のクライアントは滅多に ANX を使わなかった。SMB にではより大きなバッファをサポートしており、大きなファイルの転送や高速なネットワークでの 性能向上が見込まれる。また、永続性ファイルハンドルと呼ばれるものを導入している。これは、ネットワーク接続が切れても SMB サーバーとのコネクションが継続できるようにするもので、無線 LAN など接続が切れやすい環境で新たなセッションを構築する必要をなくす。SMB には、シンボリックリンクもサポートしている。他にもファイル属性のキャッシング、 マ a c 社 -256 シュアルゴリズムによるメッセージ署名強化、ユーザー数、共有ファイル数などが増加した際のスケーラビリティ強化などの拡張がなされている。従来の SMB プロトコルは16ビットで各種サイズを表していた。SMB2 例はそれらの多くを32ビットや64ビットに拡張しており、ファイルハンドルの場合は16バイトとしている。 Windows Vista とそれ以降のオペレーティングシステムでは通信相手も Windows Vista かそれ以降であれば SMB2 を使って通信する SMB2 をサポートしない従来の Windows などとの通信には引き続き SMB1 が使われる SMB2 はマイクロソフトにとって具体的に次のような利益をもたらした知的財産権の明確化従来の SMB は IBM が 元々設計したもので、Windows 以外にも Zenix OS に VMS などにも採用されている。X Open が部分的に標準化したり、IETF にもインターネットドラフトとして提出された。このため、私的財産所有権の所在は曖昧だった。SMB2.0 以降はすべてマイクロソフトが作成している。過去の資産との決別。 従来の SMB のコードは非常に様々な SMB クライアントやサーバーに対応する必要があった。このためプロトコルにはオプション部分が多数存在する。またコマンドの応答として様々なレベルの情報を扱う。さらにユニコード対応は後から追加されている。SMB2 のコードは従来のものより大幅に単純化されている。そのため SMB2 は少なくとも、マイクロソフトによる互換性テストを大幅に削減した。SMB2.1Windows 7と Windows Server 2008R2 で搭載された。SMB2.0 と比べて、さらにファイル転送の速度が向上、特に複数のクライアントから同時にアクセスされた際は、約3.5倍の向上が図られている。 windows 8と windows server 2012で搭載された smb ダイレクト smb マルチチャネル smb 暗号化などの機能が追加された開発段階では smb 2.2と呼ばれていた smb 3.0に windows 8.1と windows server 2012 r2 で搭載された1カフェールオーバー使用時の自動リバランス SMB ダイレクトの性能向上などの更新にとどまる。Windows 10で搭載された。認証のタイタンパー性能の向上と SMB 暗号化使用時の ICE-128GCM の追加が含まれる。SMB はピアーツーピアー方式の動作をし、クライアントが何らかの要求を送るとサーバーがそれに対応して応答する。SMB プロトコルの一部は特に ファイルシステムへのアクセスを扱っており、クライアントはファイルサーバとの通信にその部分を使う。しかし、SMB プロトコルにはプロセス間通信に特化した部分もある。SMB プロトコルはローカルなサブネットでの使用に最適化したが、インターネット経由で他のサブネットとの間で SMB を使うこともできる。Windows のファイル共有やプリンタ共有に関わるエクスプロイトは そのような使用法を主なターゲットとしている。SMB サーバはファイルシステムや他のリソースにネットワーク上のクライアントがアクセスできるようにする。クライアントはサーバ上の共有ファイルシステムやプリンタにアクセスする。このような用法、機能としては SMB は最も有名で最も広く使われている。しかし SMB のファイルサーバとしての面には NT ドメインを構成するプロトコル群が重要であり、それらによって少なくとも NT 式のドメインベースの認証を提供している。NT ドメインプロトコルは SMB の IPC である名前付きパイプのためだけに MSRPC サービスを提供し、SMB サーバの実装のほとんどはリソースへのユーザーアクセスの妥当性を検証するのに NT ドメインの認証を使う。 SMB プロトコルでは各クライアントが自身の存在を知らせるためにサブネット全体にブロードキャストするためネットワークの帯域幅を占有しすぎると思われている。しかし実は SMB 自体はブロードキャストを使わない。SMB と結びつけられているブロードキャスト問題は実際にはネトビスのサービスロケーションプロトコルのせいである。デフォルトでは Windows のサーバーは ネトビスを使ってサービスの告知と発見を行う。ネトビスは特定ホスト上で利用可能なサービスを一定間隔でブロードキャストすることで機能する。ホストが20台以下のネットワークではそのような設定でも十分だが、それ以上にホスト台数が増えるとブロードキャストのトラフィックが問題を生じるようになる。ネトビスネームサーバーを適切に実装すると この問題を緩和できる。例えば Windows インターネットネーミングサービスは Microsoft のネットワーク環境では適切な解決策を提供する。Winds はサービス要求の集中管理と登録のためのシステムを提供するがネットワークの設計と保守がより複雑化する。Microsoft はアクティブディレクトリ環境でのダイナミック DNS の利用を推奨している。 ネットワークを設計する際には SMB プロトコルの性能はレイテ天使に大きく影響されることを考慮しなければならない。SMB を使ってディレクトリを渡り歩いてファイルを探すような操作をしたとき、この霊天使の影響が見た目にも明らかになる。例えばインターネット経由の VPN コネクションではレイテ天使が大きくなることが多く、そのような環境ではディレクトリの中身が なかなか表示されないということになる。以下の一覧は、SMB クライアント、SMB サーバ SMB プロトコルの各種拡張である。以下に示したのは主なもので、拡張版、再実装版、移植版などは省いている。ありがとうございます。